局隠し事をしてるのは俺の方だけってことなのかな。とにかくそうだよ、きつい悪夢だったな。先輩たちマジ調子悪そうっすね。トビーだけ何もないのか。俺は悪夢とか見たことないっすね。毎晩超快眠っすよ。殴りたくなるほどのいい笑顔だなトビー。あ、わかります。実はエリカさんと今度。あー、とにかく今は飲もうぜ。今日は酒が回るな。え、浮気した子の方はどうすんだよ。向こうは浮気と思ってないんだろ。ひどいことしてるよな俺。けど俺のせいだし、逃げたりごまかす気はねえ。さすがっす先輩。明日浮気してた子の方にちゃんと別れを告げるつもりだから、綺麗な身になってからキャサリンに。そのうまくいくよきっと。ああ、ありがとう。あの悪夢どんなんだっけな。本当かな。こんばんは。なんかの間違いで振り込みされてるわけねえよな。なんで？なんでやねん！なんで？よいしょ。先輩見ました？あそこにあるゲームのランキング。なんでお前が偉そうなんだよ。は？なになに？今のトップ俺なんだ。うっ、マジかよ。絶対抜いてやるかんな。先輩たちハマってみたいっすね。まあな。エリカさん、マジ天使っすよ。どっちかっつうと悪魔の方だな。悪魔でもいいっす。やめとけやめとけ。ゆうかあるめよ。知らない？電話が繋がらないのよ。え、マジ？あなた恋人に毎日メールや電話をして。いや、そうよね。男の人ってそうよね。待ってる方の気持ちなんか考えないのよ。このところ。ごめんな。悪夢を見てるって言ってた。もうダメなんだわ。悪夢の話をしてた男の人はみんな死んだわ。きっとダニエルも死んでしまうんだわ。そんなことねえって。あの人ね、養子なのよ。育てられた義理を果たすってずっと頑張ってきたの。重圧に耐えてずっと戦ってきたの。それなのにこんな、あまりにかわいそうだわ。だから大丈夫だって。かわいそう。あいつを信じてやれよ。ゆうかあるめよ。あ、そうそう、ほら、浮気なんて言葉が聞こえてましたけど、その後どんな塩梅です？辛すぎ。絶賛こじれ中。けどもう関係ない。決めたんだ。あの子とはきっぱり別れる。分かったんだよ。俺はキャサリンにそばにいてほしい。浮気のこともいつか話すつもりだ。本当かな？分かんないけどさ。まあ、ようやく結論が出たようで、良い結果につながるといいですな。ところでヴィンセントさんもまだ悪夢を見てる口？ああ、てかなんで思い出せねえんだ。毎晩だってのに。今の世の中マリッジブルーは女性だけじゃないらしいですからな。
男は女に全てを与えようと求む。だがその通りにされると今度は重荷に苦しむ。確か誰かの言葉です。そういうのはもう関係ない。分かったんだ。俺はキャサリンにそばにいてほしい。だからあとはけじめをつけるだけだ。良い結果につながるといいですな。それにしてもあのスティーブの声、どっかで聞いたんだ。連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日遺体で発見されたのはニコラス・クラークさん、29歳。ひでえ事件だな。誰だろう。アーチー・ウォレスさん、28歳。アーチー、リサ。おや、アーチーさん、なんというこれも開始事件ってやつなんでしょうか。モーガン・コルデスさん、42歳。なんでこった。いやいや、今モーガン・コルデスって言ってました。なんとうちにいらしてた巡査じゃありませんか。ケビン・テイラーさん、31歳。以上の方々です。引き続きこのニュースを繰り返しお伝えします。このバーの特装ダブル。事件とは別で、ある女性を取材してきたんです。彼女は妊娠しているんですが、お腹の子の父親ではない男と結婚するようです。もちろん男には事実を明かさずにね。マジかよ。ねえ、ですがよくあることだそうで、妊娠したけれど誰の子かわからないそうです。マジだよ。父親候補の男の中で最も人がよく鈍感な男に白羽の矢を立てたということでした。結婚相手は自分の子供と信じてせっせと養うわけです。知らない方が幸せでしょうね。けどなんか納得いかねえな。どんなカップルでも恋愛における全ての感情は時間とともに低下するらしいです。ある説では恋愛とは酒やタバコへの情報性と似て、同じ量では刺激を得にくくなる。つまりお熱いのは最初だけ。これ本当です。まったくだ。さよなら。結婚とは一人が二人になることです。これ本当です。他人の人生を抱えるのは大変難しく大変怖いことですね。そろそろ帰るとしますよ。では失礼。まあね。ねえ、ジョニーやオーランドにもちゃんと言っておいてよ。全員揃って悪夢の話とか心配になっちゃうわ。本気にするなよ。夢なんかいつだっておかしなもんだろ。けどニュース見た？今朝亡くなったお客さんがいるみたいでさ。いい人だったんだけど。ねえ、あの事件まだこれからどんどん。とにかく心配しなくていいって。うん、大丈夫だって。消えちゃった。こんばんは。インゼイにようかしら。マーサにようかしら。こんばんは。ねえ、あなたって許せないのは政治家の不正よね。いいえ、物価の上昇よね。何のことだ。こっちかな。きっとミスター・ジャスティンならそう言わないわ。ミスター・ジャスティンが取材したバレエダンサーを知っていて、それはミス・アンナの親友だったと知っていて、ミス・アンナを泣き止ませたのは
ミスターダニエルだと知っていて。そっか。今朝はミスターアーチーが死んだわね。許さないでしょ。今朝はミスターモーガンが死んだわね。え？解放の時まであと2日ね。さよならミスターモーガン。さよならミスターモーガン。私たちの恋は終わってしまったのね。さよならミスター。さよなら私たち。よいしょ。またね。そうか。また酒場に長居してるんだ。近頃はあんたがいないと始まらないんだ。さあおいでよ。今なんか。なんだお前。こんばんは。ヴィンセントいる？あそこのゲームって他で見たことある？ラプンツェルってやつ。いや、ないな。やっぱり？かなり古いゲームらしくてさ、お客さんが珍しがって遊ぶんだよね。こないだなんかオーランドとジョニーが二人で遊んでてさ、途中でお前のせいでミスったとかって喧嘩してやんの。ああいうのに夢中になる男ってやっぱ子供よね。ゲームに夢中になるのは男だけじゃないだろう。夢中になり方が違うんだって。あ、けどトビーはすぐやめてたな。意味わかんないっす。あ、けどトビーの方が大人だよね。トビー？大人ぶってるだけです。ねえ、あんたまだ帰んないの？私この後あるんだけど。この後だ？あまり思い詰めないでくださいよ。あまり思い詰めないでくださいよ。よっしょ。どう？なんで君がここにいるんだよ。ねえ、ヴィンセントってさ、浮気とかしたことある？え？いや、あの、あるはずないね。ヴィンセントだもん。ありがとうございます。私前にそうなっちゃったことあって、でも今はヴィンセント一人だから。いや、なんていうか、こんな気持ちになったのすごく不思議なの。わかる？わけわかんないこと言ってるね。私あのさ、もうなんか暗いな。私ばっか恥ずかしいじゃん。あのさ、今日はもう話は終わり。ここも閉まるし、そろそろ行こう。ごめん、明日な。この頃ずっと疲れてて一人で眠りたいんだ。そっか、それなら仕方ないよね。そうじゃねえけど。疲れなんて私が癒してあげるのにな。ごめん、明日な。エロい。なんだ？何に見えた？今夜は祭壇への道で会えるよ。楽しみだな。なんだ？何をあの近年。ネプネプオッスオッス。
あ、そう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 。あ、やばい。ドラマ流がごとく見とけよ見とけよ白目。ボディじゃないんかい。ひどかったの。いかんのか。アップデートしないと初代の方が難しいらしいけどね。1話目見たけど、いや、さすがに昔の映画よりひどくはずはないでしょう。お邪魔するわよ。こんばんは。あ、お父さん、みま先生。全評判は昔の映画よりかなり低いよ。映画の方が良いぞ。そんなバカな。あい。そもそもドラマ版って監督が龍が仕組みプレイで一切知らない人だからな。海外コミュニティもすごかったし、をやらかしたな。やべえ。桐生が風間のおやすさんを嫌ってるからな。ドフレじゃないんだ。確かドラマ版って桐生が若い頃コンビニ強盗をしてるんでしょ。しょぼい。なんで？わあ。教えてくれてありがとう。もう絶対に見ない。堂島組が仕切ってるゲーセンを沿ってた。そっか。私。ゲーセンだったか。まあ自分から堂島の竜になるとか言ってる時点で解釈違い。今夜の舞台は祭壇への道、カテドラルへと至る聖なる回廊だ。ここまで来たらもうシナリオのヒットコンテンツに恨みでもあるかみたいだな。さあ、覚悟はいいかい？
科学っぽい。いよいよカテドラルへの道が始まる。ここでは真の思考力が問われる。お次は何だ。それ言ってるのも殺されそうになったら仕方なくみたいな感じだし、ここで漏らしたら学生生活終わるなり。おっと、今見てきたらアマプラの星1ゴデクサ。すげえ。そんなのあるの？錦さんが原作以上にひどくって。よし、ゲット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 。トルネードしっかりやってるね。なんとなく。よし、ゲット。やばい。よし、ゲット。こっち。よし、ゲット。ちなみに劇場版が 2.5 で、それより前の実写化の序章が 2.5。まだですか。よいしょ。いいぞ。よし、ゲット。序章はおっさんすぎたけど、内容は原作再現してたからな。序章は原作より前の話なんだよな。よいしょ。屋上あんだけど焼いてかない？眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ。落ちたな。よし、ゲット。よし、ゲット。おっさんのやつではあるけど、原作より前話のやつだね。なんだ。錦だけゼロの錦に結構似てるやつが序章。くそ、こんなところで。眠れ、こ
こいつ死んでる場合じゃねえ。やり直し。よしゲット。よしゲット。よしゲット。まずは。よし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 。よいしょ。やっぱり実写はあかんねんなって。は黒ひょうと6のスピンオフみたいな実写含めると7回実写化してるのよね。眠れ、子羊よ。安らかしてつまった。死んでる場合じゃねえ。よしゲット。よしゲット。なお当たりはない模様。そこまで。黒ひょうは比較的マシだろ。2回もテレビドラマやったんだから。まあね。ればいいの。どうする。こ意味がわからん。眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ。うわー。よしゲット。よしゲット。間違った。眠れ、子羊。
信じられない。よし、ゲット、よし、ゲット、死んだ。もう、もうな。こんばんは、レクちゃん。こんばんは。もちこさん、はい、もちこさん。そう。重い。落ち着いて。よし、行こう。No way。 こんばんは、今夜も絶叫ネプ。安らかに。ここ足ばくむのは簡単だけど、塔の崩れる速度だけがきつい。よし、ゲット、よし、ゲット。それだよ。は草。眠れ、こいつ。いい感じだったのに。はっ、よし、ゲット。よし、ゲット。よし。空飛べばいいじゃない。ないかな、これ。ソーラーを自由に飛びたいな。はい、自由だった。ちょ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 、自由落下はかっこよく落ちてるだけだから。うそ。信代、生き返れ生き返れ。眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ。でも自由に飛べたろ。よし、ゲット、よし、ゲット。はぁ、信代は生き返っても認知症だから。
それでもええんや。眠れ、子羊。死んでる場合じゃねえ。熱気所見。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。こんばんは。うそ。場合じゃねえ。落ち着け俺。ささくってる場合じゃねえ。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、パーズ。あれ、ささくってんじゃねえよ。やばい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 。はい、じゃあ。安らかに。
まあこうなりますわな。ストーリーが楽しめます。し、死んでる。もしかしてチェックポイントからしてすでに残り猶予を積んでるのでは。よっ。いくら最適化しても間に合わない。カテドラルへと至る聖なる回廊だ。間違いなく今までで一番の苦難となるね。さあ、お酒飲んで忘れなきゃ。いよいよカテドラルへの道が始まる。マックスのはず。なんだ。もういい登りをしてもすごいって言ってくれる NPC いないんだね。パーズ。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、パーズ。だって生存ルート無視し続けてますもの。アクニャ。よし、フッ。よし、ゲット。よし、ハッ。よし、ゲット。フッ。よし、ゲット。だからバーの常連も減ってるのよね。潰れちゃう。それでもたったの数人だから店には影響少ないよ。よし、ゲット。
いぞ。ようやくか。何これ。あと少しだ。時は加速する。ゲット。よし、ゲット。イチェロリサラ。ところで死なないか。ありがとう。やっぱりチェックポイントがトラップじゃねえか。取り戻してやる。取り戻してやる。なんだ。他の羊の3倍くらいかな。なんだお前。羊。なんだ。いっぱい殺しちゃったよ。シャッパー。どうせ何言ってもやめないんだろ。だったら俺が。こっちも気分が乗ってきたよ。楽しみだな。狩るのが。はんわ。エケイレム。おっかな。ああ、よかった。あなたは無事ですね。だいぶ仲間が減りましたね。技の話をしましょう。あなたに託したい気になってきました。協力し合って生き残ろうぜ。よろしく。私がさっきひらめいた技をお話ししましょう。裏スパイダーについて説明をしよう。何何？これはぶら下がり移動で石の裏側を伝っていく技だ。ただし一旦裏側で止まると移動方向の操作が逆になるので注意しよう。あなたの登り方を見てるとね、私なんかよりあなたが上に行くべきだと。いやいや、あんたも頑張れよ。ほら、一個技を思いついたから。まだまだいけるって。落とし飛びについて説明をしよう。これは頭上の石が落ちてしまう前に押した石に飛び乗る、かなり高度な技だ。崩れ落ちてくる石に潰される前に。なんと思いがけない方法です。技の教える あの相方いなくなってるからもう完全に弱気だな。真似できんね。なあ、今のうちにあんたにお礼を言わせてくれよ。え？俺？あんたのひたすら登り続ける姿にいつも勇気づけられたんだ。あんたを見て覚えた技もたくさんある。感謝してるよ。ありがとう。お礼ならお互い最後まで登り切ったら言ってくれよ。この技理解してても頭がついてこないぜ。でもモブ羊でここまでいるのやべえよ。この羊取り戻してやる。つまくって逃げてきたけど、そろそろやべえな。弱気になるの早すぎだろ。俺さ、絶対にお前のことよく知ってるわ。今の励ましとかすげえデジャブってるし、昔から。昔？まあいいや、今は先のこと考えないとな。羊が減ったら
一緒に技を話し合った。若い感じのも帽子の中年もいなくなった。次は僕だろうね。おい、簡単に諦めるなよ。登れないなら教えてやるって。疲れたんだ、ここにも現実の人生にもね。僕は養子なんだ。育てた結果を求められるのさ。他人のための人生だった。生かされている意味を示そうと僕は努力し続けたよ。それでも愛した女一人手に入らない。羊が1匹、金も権力も羊が2匹、邪魔だけさ。僕は真の自由なんかいらない。ただ普通の自由が欲しかった。オメガ、かわいそうに。なんとかなるだろう。綺麗事だよ。願いが叶ったことなど一度もないのだ。僕にできることは全てやってきた。アンナ、ごめんよ。頑張れ。これは今日も来ちまったか。アンナって誰よ。ああ、この羊たちがコンツェルンの後継ぎだって。頭痛えな。あ、鳥も、くそ、なぜ急にいなくなった。どこへ行ったんだ。おい、あんただろ。よかった、今日も無事だったんだな。くそ、見てろ、取り戻してやる。必ず取り戻してやる。聞いてねえな。最初の時から一応アンナはもうゲーム内にできてるね。コインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。白い石は目の前に石を作り出せる。枕はリトライ回数が増えるぞ。さっきバーであった。じゃ賢い戦略で。こっちにしよう。セーブセーブ。取り戻してやる。こいつ喋りとか言うほど悪人って感じでもないよな。本当何者なんだ。セーブセーブ。おい、来たぞ。さっさと上行ってくれ。そう思うんだったらおとなしく座ってよ。信じられない、この回廊までたどり着くなんて。いいから早く済ませろ。ああそうだね。じゃあ今夜も行くよ。さっさとしろ。第11問です。相手が結婚していても好きなら付き合いますか。やれやれ。どっちだ。選んだのはそっちか。なるほどね。おい、ここは7回1投目のはずだな。ってことはここを越えりゃゴールはすぐそこってことなんだ。陛下マワン。その通り。この回廊はカテドラルに通じている。第8階層カテドラルこそ自由の道へ続く決着の場所さ。よし、もうすぐなんだな。ならまずここを一気に逃げ切ってやる。じゃあ次へ案内しよう。キャサリン、行くで。7階層で終わりじゃない。だってソンニャ、あ、完全版の新規ルートよりは1ステージ短いから。真の思考力を問う。足場が組めない穴だらけの絶壁には天井を崩して足場を作ってみよう。もう勘弁して。くそ、慎重に行かねえと。コメンシングエリア2、 Are you ready? よし、ゲット。なんじゃこりゃ。無理やんけ。
どうすればいいの？よし、積んでる場合じゃねえ。こいつでどうだ。なんじゃこや。よし、ゲット。よし、よっ。絶望しますわよ。あー、ここか。意味がわからん。勝ちで終わらせに来てる。変な登りから出登った記憶あるわ。よし、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 まだいける。次もその調子でいけるといいね。これ一発は気持ちいい。パチパチパチ。くそ、くそ、あんな若造のところに。おい、あんただろ。見てろ、取り戻してやる。必ず取り戻してやる。な、どうしちゃったんだ。まさか。こいつがスティール。はあ、親友を裏切り続けている罰なのか。え、何度も諦めようって思ったさ。なんとできなかった。おい、すみません、もう教えられる技はないのです。こいつらもさっきのクリアしてきてると思うときさ、ね、おい、私ね、長年付き合ってる女性がいますが、ダメだこや、結婚に踏み出せなくてね。ああ、それ俺もなんだ。自分の行く末一つ確かじゃないのに結婚ってちょっと不安があってさ。似た者同士でしょうか。私は重い十字架を背負ってます。確かに愛する人には負わせられない。だったら別れるべきなのに。
できない。弱くてずるいんです。言われてみればそうだ。私は自由なんかいらない。ただ罰が欲しいだけ。これ本当なんです。もう疲れました。技だって一つも思い浮かばないし。あ、待って、今ちょっと思ったんだけど、この技は知ってるか？謎っすか。推しスパイダーについて説明をしよう。周囲が塞がっているときは、まずは最初に足場となる石を押し出そう。そこへ石を押しつなげていったら、あとはぶら下がって移動すればいいの。へえ、なるほど。どうすればいいのこれ。すごいや。情報遅すぎ。あなたを見ていると大切なことを思い出す。こんなの思いつくか。記者になりたての頃の情熱とかね。あの頃は人を救えると信じていたんだ。あんたは今でも救ってるんじゃないか。なぜ今まで使わなかったんや。どうでしょうね。でも進むしかなさそうです。ああ、そうだよ。これ本当ってやつだろ。あ、はい。うまい。くそ。道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズボリ。一応つかまり移動知ってるなら思いつくけどな。この技ドリンクは一度に二段登れるぞ。じゃあこっちくれよ。賢い選択です。ありがとう。賢い。俺のせいじゃねえよ。どうした。あいつの声が聞こえんだよ。なんで私を捨てたのって。捨てられたのこっちだってのな。途中まで誘導されたらわかるけど、初期の形から思いつくのハムリンゴ。ちょっと調子に乗って殺しすぎちゃったかな。てめえ、そんなことするなら俺が突き飛ばすぞ。いいよ、殺し合いっ子も面白そうだ。くそ。セーブ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 。よっと。ナイスセーブ。現実の前か。次行くぞ。俺をここに。ってことはこいつは俺をどうしたいんだ。おい、来たぞ。見えてるよ。まずは座って。おい。まったく。やはり来たね。よいしょ。だけどもう驚かないよ。ここまで来られた羊がそう簡単には死なないだろうしね。第12問です。恋人に他に好きな人ができてしまったらどうしますか。殺す。どっちだ。そう簡単に死にまくってますが。選んだのはそっちか。なるほどね。さて、死んでる場合じゃねえ。もし次の試練を抜けることができたなら、その先はカテドラルだ。正直あんたがそこへ足を踏み入れる可能性はもはやゼロじゃない。鼻からそのつもりだ。それより殺すね。覚えてるかい、前に話したこと。聖なる頂の先へと進む者には覚えていない。真の自由への道が開かれる。もしそうなったらあんたはどんな自由を望む気だい。どんなって、なのとっくに決まってる。何が大事なのかやっと分かったんだよ。いろいろあって迷っちまったけど、今はそれを手に入れる自由が欲しい。だから俺はこっから出なきゃなんねえんだ。そうか、じゃあ急ごう。この階層はまだ先があるからね。うわ、カテドラルって聞くと本当クソ天使どもとメシア教徒が何かしてきそうにしか思えない。 W まあね。
難問エリアはまだまだ続く。エリア途中でルートも選べるので、登りやすい壁を選んで進んで行こう。まだまだ続くって感じだな。けど行くしかねえ。Commencing Area 3. Are you ready? もう。勘弁して。何これ。スカッチ前、どれや。よし、ゲット。ダメだこれ。意味がわからん。クリアさせる気ゼロ。おめでとう。スクラッチ前、どれや。よし、ゲット。これでも難易度下がってるんやで。よし、ゲット。反対から行けばいいのでは。その発想はなかった。あれ？これで下がってる覇気さ。よし、ゲット。次は。動かれ。終わった。発売初期バージョンもタイル画面のコマンドでできるけど、ほんとあれはきつすぎる。ダメだわこりゃ。
よいしょ。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。現実逃避。まあね。よし。わからないけど、よし。
実際いい曲だからな、クラシックだし。こっちもこっちで地獄だな。やばい。嘘。どうなっちゃうんだ。ああ。悲しみ。無理やんけ。よし。無理。終わった。こんなところで。よし。よし。パーズ。何それ。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。原曲のボロディン、ダッタンジンの踊りも聞いてどうぞ。ダメだこれ。
届かない。やばい。何かが足りない。
何じゃこりゃ。
Edge. わかんない。これどうもエッジエッジエッジんどうすればいいの？よし。
メだ。アーチの脳には理解できない。もっと脳をこねくり回して柔らかくして。おっと、そんなバカ。Edge.
そんなのかない。今日はここまで。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。どうだしたね。